よし、始めよう。中学校1年生国語科、朝のり系、解説していきたいと思います。詩の学習をするにあたって、皆さんまだ1年生ですので、基本事項を確認していきたいと思います。詩には種類があります。ここでは大きく、2つの分け方を理解していきましょう。まず、文体上の分類です。お侍さんが、拙者、勉強はせぬと言いました。これっていうのは、現代人が使わない言葉です。 こういう言葉のことを文語というふうに呼んでいます。で、一方で男の子が僕だってしないぞというふうに言っています。これは現代人が使っている言葉で口語というふうに呼びます。このような文体があるんですね。で、今出ている詩、またあげそめし前髪のりんごのもとに見えしとき前に差したる花串の花ある君と思いけりっていうのは現代人が使わない言葉で書かれた詩です。こういうのを 文語詞というふうに言うんですね。で、一方で、この気持ちは何だろう目に見えないエネルギーの流れが大地から足の裏を伝わってというこの詞は、現代人が使っている言葉で書かれた詞ですので、こういうのを交互詞というふうに呼ぶんですね。で、二つ目、形式上の分類っていうのがあります。先ほどの詞をひらがなにして書いたのが、今出ている詞です。まず上げ染め詞前髪のというやつ。見た瞬間わかりますね。 前半部分は全部7音、そして後半部分は全部5音で揃えられてるんですね。7音、5音、7音、5音という風になってます。こういった音の数に規則性がある詩のことを定型詩という風に呼んでいます。例えば効果なんかはほとんど定型詩です。皆さんが小学校で歌った効果、そして中学校の効果、おそらく定型詩なんじゃないかなって思います。5音と7音でできてるのはほとんどです。一方で、この気持ちは何だろう目に見えないエネルギーの流れがあっていう、これは 音の数に規則性がないんですね。こういう詩のことを自由詩という風に呼びます。J-POP なんかはほとんどが自由詞です。注意しておかなければいけないのは音数です。音数と文字の数は違います。例えばチューリップっていう風に書いてあったら、文字数で言ったらチューリツプという風に6文字っていう風に答えると思うんですけど、音数になるとチューリップという風に5音になるんですね。 このチューリップっていうのがちょっとややこしいので、これを覚えておくとすごく便利です。応用できます。例えば、カチューシャって言われた時に、文字数で言ったら、カチューシャという風に6文字っていう風になってくるんですけど、これも音数で言えば、カチューシャという風に4音なんですね。これさえ理解できていれば困ることはないでしょう。 で、ここまでをまとめて、詩の形式を聞かれたら次のように答えましょう。まだあげそめし、前髪のという風な詩は、文語定形詩という風に答えます。から、交互と文語のどちらか、そして定形詞と自由詞のどちらかっていうのを組み合わせるんですね。で、この気持ちは何だろう目に見えないエネルギーの流れがっていう、これは交互自由詩という風に答えます。だから、詩の形式の答え方は4種類です。 一つ目、現代人の言葉で書かれていて、おとかずに規則がないもの。これを口語自由詞と呼びます。二つ目、現代人の言葉で書かれていて、おとかずに規則があるもの。これを口語定型詞と呼びます。昔の人の言葉で書かれていて、おとかずに規則がないもの。これを文語自由詞と呼びます。四つ目、昔の人の言葉で書かれていて、おとかずに規則があるもの。これを文語定型詞と呼びます。もう一つ確認しておきましょう。 構造上、意味上のまとまりのことを連と呼びます。どういうことかっていうと、先ほどのまだあげそめ詩の詩は全体で見るとこうなってるんですね。で、こういうブロックに分けることができます。間に一行空いてるんですね。からかなりわかりやすいです。一つ目の連のことを第一連、二つ目の連のことを第二連、そして第三連、第四連というふうに呼びます。だから、初恋というこの詩は4連構成の詩であるというふうに言えます。 では、朝のリレーの読解に入っていきましょう。まず、作者ですね。谷川俊太郎さんです。漢字も必ず書けるようにしておきましょう。で、詩の形式ですけども、カムチャッカの若者がキリンの夢を見ているとき、メキシコの娘は朝もやの中でバスを待っているというふうになっています。から、高語で自由詩です。詩の構成に関して何連構成かというのは教科書を見てください。2連です。間に隙間が空いてるんでね、すぐわかると思います。 では、まず、技法的な部分から、この詩を捉えていきましょう。この詩で特に重要と考えられているのが、対比と追句です。難しそうに聞こえるかもしれませんが、丁寧に説明していきます。まず、皆さんに聞いてみたいんですけども、カムチャッカの若者がキリンの夢を見ている時というふうになってますけど、この若者は男性と女性で言えばどちらでしょうかどちらだと思いましたか、皆さん。この部分に注目してみてください。メキシコの娘は、 ニューヨークの少女が、ローマの少年はという風になってますね。ってなると、なんとなく皆さん、男性とするのがふさわしいような感じがしてきませんかそれっていうのはこのように、若者と娘っていうのが対になっていて、少女と少年が同じように対になってるんですね。だからなんとなくこれ男じゃないかなっていう風に想像がつくわけですよ。 それぞれの行は1行目と2行目で、そして3行目と4行目で、男女で対になってたんですね。で、対になってるのはここだけじゃなくて、他にもあります。どこかっていうと、まず1行目と2行目で言ったらここです。キリンの夢を見ている。朝もやの中でバスを待っている。で、3行目と4行目で言ったらここです。寝返りを打つ。朝日にウィンクする。というように、寝ている人と朝を迎えた人っていうのが読み込まれてるんですね。対になって。 もっと言うと、一行目だけ見れば、カムチャッカの若者がキリンの夢を見てるとき、ここだけでも追いがあるんですね。それはどこかっていうと、カムチャッカとキリンです。カムチャッカっていうのは、ロシアのことです。地図で言うとここです。ここっていうのは、北半球にあって、寒いときは気温がマイナス20度とか30度とかになるようです。で、キリンがいるのは当然アフリカ大陸です。南半球で比較的温暖です。から、北と南。 あるいは寒いと暖かいで対になってたりするんですね。このように男の子と女の子、あるいは朝を迎えた人と眠っている人、北側の人と南の人、というように対になるものを並べていくっていうのを対比というふうに呼んでいます。そしてもう一つ重要な技法が追句です。身近なのは桃太郎の冒頭かもしれません。 おじいさんは山へしばかりに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。という、ここです。どういうことかというと、いくっていうのは文の形を揃えることを指します。つまり、誰が、どこで、何をしに行ったかっていうのを説明してるんですね。この形を揃えてます。もっと言うと、和、え、に、は、全く同じひらがなが使われています。このように文の形を揃えてるんですね、意図的に。 で、朝のリレーでも同じことが起きます。形が揃えられています。カムチャッカの若者がキリンの夢を見ている時っていう1行目と、3行目のニューヨークの少女が微笑みながら寝返りを打つ時っていうのは、どこの、誰が、何をするときという風に形が揃えられていて、の、が、ときというのが全く一致しています。作者は意図的に形を見せてきてるんですね。 で2行目のメキシコの娘は朝前の中でバスを回っていると4行目のローマの少年は中東を染める朝日にウィンクするこれもどこの誰が何をするかというので揃っていますそしてのは、は完全一致です繰り返し同じ形にすることでリズムが生まれるんですねそのリズムによって朝と夜がぐるぐる回るように作られてるんですね見事ですカムチャッカの若者がキリンの夢を見ているときに メキシコの娘は朝前の中でバスを待っている。ニューヨークの少女が微笑みながら寝返りを打つとき、ローマの少年は中東を染める。朝日にウィンクする。中東っていうのは神殿の柱のことです。そのてっぺんです。そこに朝日がかかってるんですね。そこにウィンクしたと。で、また夜になって、というふうにぐるぐる回るようになってるんですね。見事な構成です。ではここで技法については終了で、さらに深く読解していきましょう。 読解していくときに絶対注目なのは題です。つまり題名。今回で言えば朝のリレーですね。朝のリレーって言われたときにいくつか疑問が浮かびます。例えば昼や夜じゃダメだったのかと。昼のリレーでも夜のリレーでもリレーしてるのは一緒ですよね。昼だってリレーしてるし夜だってリレーしてます。とか、なんでリレーっていう言葉をここに持ってきたのかっていうようなことですね。まず一つ目の昼や夜じゃダメなのかっていう話で じゃあ朝が持ってるイメージってどんなイメージですか一日が今から始まろうとするというわけだから多くの場合希望の象徴として使われたりします今日はどんな一日になるんだと。でまた時間がたくさんありますね朝なのでまだ昼もあるし夜もあると。未来がたくさんあるんですまだ朝っていうのは。で昼や夜ではこの明るいイメージは出せないんですねだから朝がふさわしいわけです。で二つ目なんでリレーっていう言葉が来てるのかじゃあリレーが持ってるイメージってどういうもんですかと。 リレーっていうのは一人でではできませんね。必ずチームメイトが必要です。から、連帯とか協力とかが必要になってくるものです。で、その中で育まれるものって言えば、仲間とか友情とか、そういったものが育まれます。じゃあ、確認したいんですが、朝のリレーに参加してたのは一体誰でしたかと。言うと、若者、娘、少女、少年なんですね。老若男女の中の ローは入ってこないわけです。若者の男女が入ってくるんですね。から、この朝のリレーっていう詩は、若者たちに協力を呼びかける詩だったわけです。じゃあ、若者たちに協力を呼びかけてるって言うけど、何に対して協力すればいいのか、ということが今度疑問として浮かんできます。で、第2例にこう書いてるんですね。そうして、いわば交代で地球を守ると。 地球を守るっていうのはどういうことかって言ったら、やっぱり平和な地球であり続けるってことじゃないですか。で、平和を感じさせる要素っていうのは他にも実はあったんですね。もうすでに。場所の名前いくつか上がってましたね。カムチャッカ、メキシコ、ニューヨーク、ローマ、上がってました。これらっていうのは、都市名なんですね。で、メキシコは流れから言って多分メキシコシティのことです。首都ですからね。これも都市です。国名ではなくて、都市名なんです。 ここすごくポイントだと思いませんかだって、ロシアの若者がキリンの夢を見ているときでもいいわけじゃないですか。でもカムチャッカなんですよ。都市名を選んでると。国名ではなくて、都市名が用いられる世界的なイベントがありますよね。オリンピックです。オリンピックっていうのは平和の祭典なんですよ。国同士で争ってるとはいえ、オリンピックの名前としてつくのは東京オリンピックとか言って都市名がつくんです。 国の垣根を超えた平和の祭典なんです。で、深読みかもしれませんが、こんな話があります。この朝のリレーが作られて発表されたのは、1960年代だというふうに考えられています。どんな時代だったか。1960年代にあったことで大きなことって言えば、ベルリンの壁が建設されました。西ドイツと東ドイツで争ってたんですね。とか、東西冷戦って言って、ソ連、今のロシアとアメリカが冷戦を行って、それが深刻化してました。 キューバ危機っていうのがあったりとか、ベトナム戦争っていうのがあったりとかして、争いが絶えなかったんですね。その一方で、宇宙開発が急速に進歩しました。その結果、青い地球の写真が送られてきたりしたんですね。こんなにも地球は美しかったのかと。で、さらにあったのが東京オリンピックなんですね。この間あったのも東京オリンピックだけど、1960年にも東京オリンピックってあったんですね。で、その時の次の開催国は実はメキシコだったんです。だから読み込まれてるっていう風にも取れます。 で、その東京オリンピックでは、聖火が大東亜戦争の戦場でリレーされたんですね。聖火リレーってのあるじゃないですか。あれが大東亜戦争の戦場でリレーされました。大東亜戦争っていうのは日本がそういう風に呼んでたんですね。あの太平洋戦争のあたりのことで、ビルマとかマレーシアとかタイとかフィリピンとか中華民国とか沖縄とかそういったところでリレーされました。で、最終ランナーは、この間の東京オリンピックでは大坂なおみ選手が最終ランナーを務められましたけども、 この時は1945年の8月6日、広島で生まれた無名の青年が担ったんですね。あの原爆の日に生まれた無名の青年が聖火ランナーとして走りました。で、この朝のリレーを作った谷川俊太郎さんは東京オリンピックという記録映画で脚本を書いてます。このようなことからも東京オリンピックに、そして平和に対して思い入れが強くあった谷川俊太郎さんが若者たちに平和に向けた協力を呼びかけていると。 そういう詩じゃないかっていう風に解釈もできるわけですね。そういう風に考えていくと最後の方に書いてある、眠る前のひと時耳を澄ますと、どこか遠くで目覚まし時計のベルが鳴ってる。これも平和の象徴かもしれません。目覚まし時計で起きれることっていうのは、すごく平和なことかもしれませんよ。なぜならば、戦争や紛争があれば、爆撃の音で目が覚めたりとか、空襲のサイレンの音で目が覚めたりするからです。ではまた。